技術科学とは何か、ものづくりを支える技術の原理を科学し、それをもとに新たな技術を作り出す。技術を極め、技術を作る。国立大学法人豊橋技術科学大学。1976年10月1日開学。愛知県豊橋市の南部に位置し、自然豊かな丘の上に充実した学習環境を整え、創造的かつ実践的な技術の開発を要とする教育研究を行う工学系の国立大学です。高等専門学校の卒業生を多く受け入れるとともに、高等学校の卒業生も積極的に受け入れています。教育の特徴である螺旋型教育は、技術科学の基礎と専門を繰り返して学び、高度化し積み上げていく教育で、実践力、創造力を養成します。また産学連携教育として、企業で実習を行う実務訓練、国内企業のみならず、希望者は海外の企業や大学、研究機関での実務訓練を行うことも可能です。実務訓練とは、学部の4年生が約2ヶ月間実際に企業に行って、企業の方と同じように仕事を体験して、自分が今学んでいることがどのように社会につながっていくのかを勉強する必修科目です。普段実験をする上で、手袋をするとか安全メガネをするといった当たり前のことが徹底されているのが印象的でした。自分が行っている研究室レベルの実験がそのまま製品へとつながっていくのが面白いなと感じました。日本人とは違った、どういう観点で仕事というものを考えているかというのを学ぶために、マレーシアというところを選びました。日本人だったら例えば安全性とか質とか、そういうのに求めるんですけども、安くどれだけ量を作るかとか、またそういった違う観点があって、そういった観点は学べたかなと思っております。友達と一緒にカフェ巡りしたりとか、マレーシアで有名なスポット行ってみたりとか、そのクアランプールにみんなで旅行しに行ってみたりとか、そういったのに休日を扱っていました。大学院でも人文科学、社会科学、自然科学などのリベラルアーツを学習。豊かな教養と柔軟性のある思考力を養うことで、広い視野と課題解決能力を高度に備えた人材を育成します。また本学は世界に開かれた大学として、東南アジア諸国や欧米などの大学間交流協定校との連携を推進し、日本人学生の派遣、外国人留学生の受け入れを積極的に行っています。世界約30カ国以上の国々から、全学生の約 15% を占める多くの留学生を受け入れ、国籍、民族、性別を超えて皆が学び合う活気あふれる多文化共生グローバルキャンパスの実現を目指しています。マレーシアの学生さんと共同で、生活環境などの違いによる人の認知能力の違いについての実験を行って、議論とあと最終的な結果の発表を行いました。今回マレーシアの子どもさんであるとか、あとはジャングルの奥地に住んでいる方たち、英語が喋れない方たちとのコミュニケーションをする必要があって、初めての経験だったので、それは少し驚きというか難しかったところです。学部、大学院には5つの課程、専攻があります。ものづくりのイノベーションを通じて未来社会に貢献する人材を育成する機械工学。人と地球のエコ未来を目指して、
エレクトロニクス先端技術を学ぶ電気電子情報工学。情報の基礎理論から人工知能、認知能科学、情報メディア、ロボティクスなど先進技術科学までを学ぶ情報知能工学。人類と地球の未来を多面的な視点から科学・生命科学で切り開く応用科学・生命工学。安心安全な都市空間や生活環境の構築を目指し、豊かな社会の礎を築ける技術者を育成する建築・都市システム学。学部学生のうち約8割が大学院博士前期課程に進学し、修士号を取得した後に企業に就職しています。さらに博士後期課程に進学した学生は研究開発者として企業への就職を果たしているほか、研究者・教育者の道へ進んています。産業・社会にイノベーションをもたらす先端的研究を進めています。半導体の設計から製造・評価まで一貫して行うことができる LSI 工場は世界でもトップクラスの施設です。ここでは高感度化・高機能化を目指した新しい原理の半導体やセンサー開発のほか、医学バイオ関連技術と半導体技術を融合したインテリジェントバイオチップの研究も進められています。弱いロボットとの関わりを手がかりとした人とロボットとのコミュニケーションや共生技術の研究、センシング技術やICT を農業に融合するスマート農業も特色ある研究です。企業との共同研究には学生も参画し、最先端の科学の成果が実際の製品やサービスに応用されています。丘の上にあるキャンパスには広大な敷地の中に講義棟や研究施設、宿舎などが揃っています。図書館にはカフェを併設するコラボレーションエリアがあり、語らいながら勉強できます。食堂、売店、書店などが入る福利施設の一角にはサークルや研究室の仲間で気軽に利用できる学生交流会館があり、親睦会などのさまざまな活動に利用することができます。全学生の約3分の1が生活できる全室個室の学生宿舎には A から F 棟とリビングを共有するシェアハウス型の TUT グローバルハウスがあります。グローバルハウスは、一人部屋もあって、プライバシーの空間がありつつ、共用スペースもあるので、寂しくないというのは、特徴だと思います。日常生活以外にも、そのグローバルハウスでいろんなイベントが行われているので、それに参加してみんなと、楽しく時間を過ごしたり、料理を作ってみんなで話し合ったり、その日の一日中どうだったかが話したりしています。私は学部を卒業して環境に優しい建物を建てる方法をさらに研究していきたいと思います。一番はやっぱり非常に綺麗ということですね。このグローバルハウス全体を盛り上げるといいますか、やっぱりこう交流する機会ってやっぱり留学生もせっかくこう多くいる環境なので、やっぱりその日本人にとっても留学生にとってもやっぱりこうそういったこう垣根を越えてどんどん積極的にコミュニケーションを取れればっていうのを目指していきたいというふうに思っています。年間を通してさまざまなイベントがキャンパスを彩ります。サークルの展示やライブ、模擬展などが行われる学生主催の技科大祭、留学生の母国の伝統舞踊などが披露され、グローバルな環境を体感できる TUT エキスポ、
高専生や高校生、地域の方々が訪れるオープンキャンパスでは、学生が研究や学生生活などを分かりやすく説明します。本学には体育系、文化系、執行系、合わせて45を超えるサークルがあり、それぞれ活発に活動しています。吹奏楽団の演奏が華麗に花を添える入学式、卒業式、ロボコン同好会がアイデアと技術を結集し優勝を目指して挑む NHK 学生ロボコン、自動車研究部が設計、製造、走りの技術を競い合う学生フォーミュラなど、各方面で自分の個性を輝かせる場所があります。やはり地域の方々の前で演奏したときに、やっぱり大きな拍手をいただけたりすると、とても頑張ってよかったなと感じます。大学だと授業だけではやっぱりどうしても人間関係が多く築けないということが多いと思うので、課外活動に入ることによって同じ学科の友達ができたり、先輩に勉強を教えていただいたりできるので、とてもいいことが多いと思います。東海の他の大学との交流がたくさんあるので、他の大学の人とも人間関係を築けるのがとても楽しいかなと思います。ここの学校の特色として高専編入者が多いんですが、高専ロボコンでは敵同士だったそのメンバーとかが一緒になって一つのロボットを作るっていうのは、とても面白い環境だなと思います。審査員判定でどっちになるんだってなった時に、そのあっちが勝ったみたいな、あー悔しいってなった時の、相手チームのメンバーが今うちの部活にいます。就職サポートも充実。学内で行われる大規模な企業説明会や地元企業との交流イベントなどを通じ、自分のキャリアを生かせる企業に出会うことができます。世界のものづくりを牽引する製造業に加え、建設業、電子デバイス、情報通信、医療バイオなどの企業への高い就職率を誇ります。先輩の下で建築設計をやらせていただいていて、今は400平米ぐらいの小さな事務所を一人で任されているという感じです。設計者としてはやっぱり自分の設計したものをベースに、他の協力会社とか関係各所の部門にその情報を流していくっていうのは、本当スタート地点になるので、早く決断すること、決定することを意識して仕事をこなしています。私は本学の目標として社会に貢献する元気な大学を目指しております。技術科学だけじゃなくて、語学とか文学、特には哲学、そういったものを今ちょっと我が国は忘れてるんじゃないかなと。大学というのはやはり無駄を排除するんじゃなくて、無駄でもいいからじっくりと考えていくと、自由な雰囲気で、そしてワイワイガヤガヤ議論をして、正しい自主的にものをやってもらうと、そして元気になって社会に出てもらうと、いろいろいい環境を与えてモチベーションが湧き起こるようにして、そして本当にやる気が出た人にはとことんやらせてあげると、そういう環境を作るのが、我々役員の仕事かなと。音楽に興味のある学生さんはぜひお越しいただいて、音楽で自分を伸ばしていただきたいと、そして活躍していただきたいと思います。世界に通用する知識と技術を学び、目標に向かって仲間と突き進み、夢を見つけて挑戦する、知と技と仲間と夢を、ここで国立大学法人豊橋技術科学大学